ハロー皆さん、どうも。任天堂スイッチマッパープロ2020ペナント編、阪神タイガース日本一物語、続きやっていきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあね、いつも通り出番プレイ、チャンスになると俺がプレイしていく。よろしくお願いします。くそ、噛んだわ。くっそ、ここ滑舌の調子だしなあ。ちゃんと一感と任せず、俺これな、録画前にマイクのテスト中とかやってへんから、ほんまぶっつけ本番でやっとるからな。こんな体操やん、いちいち録画内でな、マイクのテストしまーすとか、やっとる人おるんかな、実際に。絶対やらへんけどな、俺やれって言われてもやらんわ。だからね、もう音バクとかも普通にあるんですよ。それはもうみんな申し訳ない。なんかさ、なジャニーズの曲よう聴いとるんよな、なんかしら。ジャニーズってやっぱいいよね。近本、糸原、いやー、近本、いや、上ポンかな、高山、大山、女子に媚びとるわけじゃないけど、サンズ、北条、みんなジャニベンって知っとる。俺ジャニベンくっそ、今なあんまな、あの時間帯見てへんねんけど、ゲームしてるから。2、3年前とか、その錦戸とかがまだおった時、くっそほど見てたから。え、これどないやってんの。ちょ待って、わからん、こんがらがってる頭。ジャニーズの話やめて。ジャニーズの話やめろ、今すぐに。にわかって叩かれるからやめてくれ。はい、ごめんなさい。こうやな。おしおしおし、これで OK 牧場。よし、ようやく試合始まる。すんまへん、待たせました。さあ、チャンスは7番ショート北条背番号2。これはいい打球だが、しかし菊池の素晴らしい守備にやられた。くー、そうか、そうそう、あのね、関ジャニーじゃのーって、そのジャニーズ WEST とかの番組も僕ね、たまに見てるんです。あの松本家の休日終わった後にやっとるやん、深夜に、ど深夜に。ゴミ、でもこれは点入った。よっしゃ、そう、シュートか、いい球。キャー、ちょ、タムケン出たわ今。チャーとか言ってもうた。うわー、これはもうほんまに決対な打線にしとるぞ、広島さん。あなた方は大嫌いです。広島が大嫌いです。ここまでボコボコにされたら広島嫌いになるわ。ぶっちゃけ俺が嫌いな球団は巨人、横浜、ヤクルトなんですけど、もうその3球団以外は別に好きでも嫌いでもない。あ、だから比較的には僕の動画を見てもらったら分かるんやけど、そのな、巨人、ヤクルト、横浜に関してはすごいなんかバカにしてたりけなしてると思うんですよ、僕ね。暴言言うたり。ただその他の球団に対してはそんな言うてへんと思うのよ。まあな、そんなお前最初からな、言うなよって思うかもしれんけどね、言わんと折れへん性格やから俺、ほんまに。思ったこと言わんと。だから猫かぶるとかね、なかなかできんのですわ。まあ俺の動画を、そのな、三種の神器ちゃうわ。その3チームのファン見てる思ったら、まあ見てるわけないと思うんですけど。阪神ファン見とるかどうかすらも怪しいからな、これ。だって、
こんなさ、あのボロクソ言うとるやつの動画見て、お前と一緒にされたくないってやつも絶対おると思うから、お前阪神ファンと認めんぞってやつもおると思うからね。お前みたいなやつばっかちゃうぞ阪神ファンはってな、まともなやつもおんねんぞって、間違いなく私はまともじゃな阪神ファンじゃないので、それはね分かっております、自覚はありますよ、言われんでも自覚はしてます。はい、まあでも知ってもらいたいのはパワープロがうまい阪神ファンということだけは皆さん覚えておいてください。ええ、まあピッチャーの方はな、ピッチャーの方はあれかもしれんよ、下手くそかもしれん、だバッターの方はもう手動ロックオンを習得してからの私はね、もう見違える、2017だから みんな見てくれ、うん、2017年の俺を見て、あの頃とはもうミートの合わせ方がね全然ちゃうから、ほんまに比較してほしい。これはね、上手い人の動画を見たとかじゃなくて、その、なんだろう、ググってミートの合わせ方をね、ちゃんと書いてくれてる人の、それでちゃんと学んだから、どうやって合わせればいいな、なんかすっごい書いてくれてた人が1年半前かぐらいにおったんよな、なんて検索して出てきたんやったかな、ちゃんと検索はしたんです。うわ、うまい、そういうのって普通動画見てわかるもんなんやけどな、なんか文で、なんか文とスクリーンショットでめちゃくちゃ書いてくれてた人がおってですね、めっちゃその人に感謝してます。その人がもし僕の動画を見てるのであれば、なんかリプ欲しいですね、ツイッターで。僕コメント欄オフにしてるんで。うい、早いんよ。さあこれはまた菊池でも取れない、素晴らしいバッティング。そして次誰、打ち合いになってきた、一岡とマルテか、ターニングポイントいらんけどな。ツーアウト二塁一塁9回、いやこれも打つしかないって感じだから、打つしかない、マジか、三振はでも持ってないからな、マルテは。はい、またも追いつかない、あマジでさ、1点差2点差のこの緊迫したゲーム展開弱いな俺、まあ、ここらはもううまくないですわ、ほんま試合運び、もう逆転できるようなノリできとったやん、めちゃめちゃ調子に乗ってな1ビって、選手たちもめちゃくちゃノリノリだったはずやぞ、それがこの有様ですから、これがまたパープロのええとこよ。まあ、俺に原因あるよな。パープロのええとことかそういうんじゃない。そういう次元の話ちゃうわ。俺がゴミかすなだけやから。マジ俺なんか気がついたらな、ジャニーズの歌を最近口ずさんどるんですけど、やばくない？え、俺ってジャニーズオタになってしまったん、逆に。キモくね、男でジャニーズオタって。いや、キモくないか。キモいか。ホモではないがな。ホモではないですよ。さあ。うわー、いいね。俺、錦戸料理ならほんま抱かれてもええと思ってるからな、マジで。これ、ホモですか。これは、ちゃんとしたホモか。くっそ、俺、ホモだったんかな。マジで錦戸亮になら抱かれてもいいってもうずっと昔から思ってるから、あんなイケメンに抱かれたら最高やろ、ほら女また開くわっちゅうな、マジで言い寄られたらまた開くでしょ、あんな俺が女だったらもう 100% よ。お、井上ええやん、こうかな、まあ、欲求不満の小汚いセックスアニマルって言われても全然いいです、そのレベルのイケメンなんだあの人。こうで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 、こうですね、よしこうで、よしこうで、これ
ディベンディベン、もちろん井上さんを操作していきたいと思いますわよ。そう、YouTube のアナルティクスな、アナルティクス。アナリティクスなんやけど、ほんまな。アナルティクス見たときに、海外の人ってどん、何パー見とんかな思ったら、全然だったわ。なんか、アメリカ、韓国、台湾とかの人はね、ちょこちょこおったな。欧州もちょっとおったかな。なんか、スペインかイタリアかどっか。イギリスとか、あ、イギリスもちょっとおったかな。ま、いろいろですね。まあでもほぼ日本、 98% 以上日本だったと思う。まあ、俺海外向けにな動画作ってへんからな。ちょっと昔はね、ちょっと英語のタイトルとか入れてたんですけど、今もにほぼ、あ、今も入れてるかな。なんかどうだろう、今ほとんど英語のタイトル入れてへんことないか。あ、でもタイトル長くなるんで、うわマジか。女性で、男性と女性のこう比率ですけどね、見てる。くっそ、それはね、女性が18とかになってましたね。ちょ、あつ森の時、あつ森をまだ投稿してた時は35とかまで行ってて、マジかってなったんですけど、今はもう女性が18で、それ以外はもう全部男性なんで、ありがとう。男性諸君に感謝。で、20代の人たちがね、一番でしたから、まあ、あんな YouTube 登録するときな、いくらでもあんな偽装できるからな、年齢とか、うん、詐称できるから、年齢、性別とか、ほんまに。ほんまのこと書いとるやつどんだけおんねんって感じなんやけど。うまい、うまいが、これは伸びすぎやな。西川くんの守備範囲じゃなかったか。そんなもんかな。うん、俺のこんな動画ってかな、泥動画を女は見とるんやっちゅう話やけどな。絶対パワープロとか見られてないやろ。うん、何の動画見てねんやろ。マジで謎なんですが、これはダメよダメよダメなのよー。おっしゃー、最高サイ&コー、最高井上、ええぞ、ええバッチ、ええバッチ。さあ、これはちょっと俺がピッチャーの方も行かないかんかな、采配していかないかんかなと。エドワーズ、サンズ高山ウエポン、あんま守備固めに出せるような選手おらんな。ナイス、あんにゃ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 ん。まだ今シーズンこれ広島に勝ってへんことないか。この BGM も腹立つわ、ほんま。なんでこんな3本もな、ホームラン打っとって。負けないかんねん、これ。全部ソロムランかい。うわ、近本が打ちまくった日に限って、出塁しまくった日に限って負けるっていう。うわ、エドワーズひでえ。岩崎だけまともな。あ、ゲップでそう。なんか録画中にゲップ出そうになるな、俺。もう夕飯に関してはもう消化にいいもんしか食ってへんからな。うどんに卵かけたな、卵とじみたいなうどん飯、かつお節、あと味噌汁とか野菜スープね。そんだけなんやけど、消化にいいもんしか食ってへんのに、ゲップには関係ないんかな。男のゲップなんて聞きたいやつ誰もおらんと思うからな、我慢するけど。そう、我慢してるとこを想像するのもキモいよな。うわ、こいつゲップ我慢してる、きったねとかはな。もうそういうの表まうねんな。俺が視聴者の立場で、なんか配信者がそんなな、ゲップしそうとか言うたら、うわ、こいつきったね、なんかゲップのあのなあ、塊みたいな、我慢しとるわって。きったね、お前出しまえよって思うけど、逆に。うわ、これどうしよう、あ、どうしよう、やばい。うわ、外野、内野やばいな。えぐいざんすね。そう、え、あ、これ外野手が足りてへんのか。うわー、ちょいちょいちょい待ち、ちょ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 いちょいちょい、
ちょい待って待って、うわマルテ外さんといかんのか、うんーマジか、仕方ないですね。こうかな、うん、これでいきますか。ほなで今回はですね、出番設定監督プレイは嫌なんで、うん、8回からまた僕が操作していきたいと思いますよ。皆さんよろしくお願いします。ピッチャーの方はもうやりたくないんですが、てか俺ほんま早う対馬やりたいんですが、今ゴーストオブ対馬を早うやりたいわ。もう続きやりたーてやりたーてしゃあない、こんなん久しぶり、続きがなんかやりたいって思えるゲーム。なやってる感じな、ホライゾンのなんか時代劇版みたいな、うん、なんかホライゾンあったじゃないですか、3年前とかに出たゲーム、あれのなんか時代劇版みたいなオープンワールドで、でなおかつ戦闘がクソ面白い、うん、戦闘いいですね。まあ僕難易度イージーでやってるんですけど、難易度イージーでやるとなんか無双ゲーになるんで、それがまた気持ちよくてね、いいですよ。いや俺ちょっとね、ペーパーマリオどっち買おうか思ったんやけど、ちょっとペーパーマリオね、あの誰かの素晴らしいプレイ動画見て、えこんなんなんて思って、あ折り紙キングやったっけ今って、ペーパーマリオじゃのうてタイトル変わってんやったっけ、うん、俺64とゲームキューブ以外のペーパーマリオしてへんから、うん、なんかね戦闘がすっごいなんか見てて、なんかなんて言えばいいんだろう、オブラートに包まんでええかん、クソだったんでクソみたいな感じだったんで戦闘がね、だからもうちょっとあこれ買わんでええなと思って買うてないんですけど、あ戦闘が面白かった気すんねんけどな、ペーパーマリオってゲームキューブとか64のってね、戦闘がなんか今全然ちゃう仕様になってんねんな、なんか名残ちょっとだけなんか名残残ってるような気するけど、ちょっとスルーしたんですけど、はい残念無念、また来週。2番6番セカンド糸原、なんでこんなテンション高いん、もう俺酒とかそのアルコール一切摂取せんないけど、なんかやたらテンション高い日あんねんな、これシャープ1以来ちゃうか、今度テンション高い無駄になえぐい、あん君にジュースを買ってあげる、あん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 、ケロロ軍曹のオープニングテーマ覚えてますか、もうめっちゃ昔、俺が中1とかだった頃のオープニングじゃんこれ、2003年とかな、だいぶ古いぞ、まあ、ケロロ軍曹アニメクソ全然エロくなかったけどな、前も言うたっけ、原作はなケロロ軍曹ってめちゃくちゃドスケベなんですけど、アニメ版は朝とか夕方にやってただけあって全然なキャラがエロくないっていう、夏美とか、うーん、秋さんやったっけ、あの、おやおや。あ、巨乳のボインの姉ちゃん、おばはん。あの人超エロかったよな。あれのフィギュアがね、僕はあるんですよ、家に。3000なんぼで、買うた。中古で。中古っていうか、そうやな、楽天で。クソ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 エロいフィギュアがね、あったんで買いました。あと8巻かな、ケロロ軍曹原作8巻の最初のこの開いたらなんかカラーでね、うん、書き下ろしかな、ね、わからんけど、そのアキさんの水着姿、ツインテ水着姿でなんかバイクに乗ってる、おクソエロい映画あるんですよね、8巻だったはずです。皆さんぜひチェックしてみてください、気になる人はね、うん、マジでケロロ軍曹の、原作はめちゃめちゃエロいからおすすめです。なんでこんなみんな調子うんこなん、はい、あとあれやな、これまたケロロ軍曹原作の話になってまうんやけど、あのねなあ覚えてるといえば、なんかそのなんか誰かな、写真部かなんかの連中かが
その冬木か。主人公って冬木やったっけ、名前。ちょ、にわかで申し訳ないんやけど、主人公の家に来てですね、夜。で、なんか盗撮？盗撮するみたいな話が、やべ！あったんですけど、そう、写真部の連中が。で、そう、ちょうどそれね、夏美が風呂に入ってるところ、なんか小太りの、いかにもモブみたいな顔のやつが、その風呂に入ってる夏美を、そう、なんだろうな、この窓の隙間からこう、なんかな、カメラつこて、盗撮してるシーンがあるんですけど、めっちゃあれエロかったわ。そう、盗撮しとる、そのモブみたいなデブが、またエロいんですよ。本来の目的はね、盗撮目的じゃないんですよね、なんかな。ただそいつはもう、ほんまの目的をそっちのけで、夏美を盗撮っていうね、最低なクソ野郎なんですけど。そのシーンがね、でもめっちゃエロかった。なんかそのデブが、ほんまの目的なんてどうでもええ。夏美を撮りたいみたいなことを言うてて、そいつが。アウト。オッケー、ナイス。学校で、なあ、美人美人言われてる、その夏美を撮りたいとか言うて、顔を、なんか、ほんま、キモータムーブかましながら、夏美を、風呂に入ってる、入浴中のヒロインを、撮るっていうね、下水、でもエロい。あ、たまらんかったな。素晴らしい。何巻か忘れたんですけどね、皆さんもし、ケロル軍曹を読む機会があれば、それも頭に入れておいてどうですか。あ、ほんまにいいシーンなんでね、そこ。しかもな、その時の夏美のポージングがまあ良かったんよ。なんかお尻ちょっと突き出しておっぱい押さえながらっていうね、めちゃくちゃエロいポージングしてたのよ。あれ良かったわ。ちょ、岩崎変えるから、ちょ待ってくれお前。あれの、あれよか、あの夏美よかったなぁ、マジで。なんかバックでついてくださいみたいなポージ。ほんまに。あ、三振した。サインがもう。エロい話してたらなんか、聞い散るなぁ。やめるか。いやぁ、くそ思い出してもうたなぁ。やべえ、めっちゃ気になる難関だったか、あれ。やべえ、エゴシで出たわ、ホームラン。いやもう、エゴシのホームランよりもそっちが気になるんやけど、ケロロ軍曹第何巻かだったか、そのシーンが。ま、待ってくれ、何巻やあれ。くっそが気になりだした。話すんじゃなかったな。もう気に出したら気になってしゃあないからな、わし。うーわ、めんたいっすやな、これ探すん。まあ、でも野球つながり言うとメジャーでエロい感じなんは。どうですかね、皆さんね。何を思い浮かべますか。俺、あの、清水がいっちゃん好きなんやけど、そエロいって言うたら、やっぱあの、な、青春編の中村じゃないですか、マネージャーの。あの中村、エロかったよな。中村に関しては、アニメの方がめっちゃエロいんでね、皆さん。おすすめです。原作な、中村、そんなでもないんよ。なんだ、藤井がなんかね、中村の着替えとるとこに、間違うてな、入って、ボコボコにされるっていうシーンは良かったんだが。中村に関してはアニメの方がエロいな。うわ、くそ。しかもね、あいつ、あの子に関してはなんかアニメでオリジナルのシーンあるからな。あ、なんか家でストレッチ、私服姿。そう、普段着かなんかでな、なんかストレッチしてたり、うん、足広げて。あれエロかったな。藤川ですね。オッケー。あと、あれ、何やったっけ、名前忘れたな。あの、トシ君の。トシ君好きだった子よ。トシ君好きだったけど、なんかアニメ版で勝手に変えられて、タイガが好きになったってか、タイガと付き合ったんか。ま、そこらちょっともう覚えてないんやけど。なんかタイガといい感じになった子おるやん。最初トシ好きだったけど、中学校の時。あやねちゃんか、そんな感じの、なんか、清楚の三つ編みの子よ。おったやん。あの子のね、あ
あの子のエロ画像が昔あって、そのなんかフェラしてるエロ画像があって、めっちゃエロかったのよそれ。検索したら出てくるんちゃうかな。なんかもう原作に近い感じで書いてくれて、その人がですね、カラーでしかもすっごいエロかったのよ。一枚絵なんですが、これはいいか。同人とかじゃないですね。画像検索したら普通に出てくるんちゃうかな。その子の名前、スペース、エロ画像とか、フェラとかで検索したら出てくるかもしれない。うん、これは。うわ、ちょ、給仕何してんこれ。ちょ、待て待て。嘘やろ、守備範囲激狭なんだが、このショート。誰これ、木並か。マジ論外なんだが、今の守備。なんでこんなエロい話ばっかりしてるかというと、昨日僕、ファンザでね、エロ本買いまくって6000円分の。だからすっごいなんか頭がエロで染まってる今。申し訳ない。いやー、久しぶりにまたファンザでなー、7000円6000円近く使ったなー。買ってまうなー。まあ、AV も当然ねそこで買ってるんですけど、ファンザで。もうエロ本とかはもうそこで。おい、てかファンザ以外で買ってる人逆におるんかな。まあまだなあるけど、エロサイト。クレカが溶けていく。あそこで漁ってたら。また今度ね、僕のおすすめのやつ紹介しますわ。ワンピースのもうめっちゃ原作に近い感じで書いてる人のとかおすすめ。おい、ちょ、どんだけ打たれんねんこれ。ちょ、待て。なペンギンクラブとかジェシカとかね、皆さん知ってますか。快楽天とか、あれ快楽天やったっけ。うん、もうそういうの僕普通に買ってますからね。とにかく僕がみんなドスケベなんていうんだけは覚えて帰って、初見の人でも。うん、とにかく俺はエロガキっていうのをみんな覚えといて、20みそじ手前なのに、もうむしろあの10代の頃よりエロガキになってる。エロいから、うん、ほんまにやばいよ今。オナザルではないけどな、高校生とか中学生みたいな時オナザルとかではないが、エロさに関しては今の方がもう一級品ですよ。私誰にも負けんって思ってるもん、うん、超スケベなおじさんになってるから、気ぃつけてください。棒は素晴らしい。まあ引きこもりなんで、まあ、農家の引きこもりなんで、はい、外に出ることは基本ないんですけど、だからこそこういうエロい妄想、いけない妄想をしてしまう。危ないな、犯罪者予備軍だけにはなりたくない。さあ今回はちょっとね、もうエロい話ばっかりしてしまって申し訳ないです。下ネタ嫌いの人からしたらな、もうほらそっとじしとると思うけどな、もうとっくの昔に。最後まで聞いてくれてみんなありがとう、感謝してるよ。だから何が言いたいかっていうと、なるほど、ボンボンで連載してたメダロットっていう超絶おっぱいが大きかったやつおすすめですってことですね。メダロットだったっけ、世代の人にしかわからんと思う。ほぼ20年前。あれボンボンでやってええんかっていうな、すっごい乳輪乳首やったもん、クッソデカおっぱい。はい、じゃあ次回、中日戦からね続きやっていきたいと思います。じゃあまたね、バイバイ。